さあってことで名越駅までね戻ってきましたよ。でこっからちょっと1分電車乗りましょう。はあ、疲れた。で今日はあれですね、途中から乗ってもあれなんですかね、全部もう今の時間帯が無料開放になってるってことなんで。でそう、これがね普段の問題のやつでございまして、こんな感じでさっきからね見とったらね、結構どこの駅にもこの名所案内があるんですよね。これあたりだとね、高井天神ハイジアトとか高井城跡とか、水間寺のね歴史もここに書いてます。三重の塔ね、はいはい、見てきましたね。これはイタリア料理のドゥオモっていう店があったし、どこ、ハイデラーとは、あ、ここから歩いたらすぐにあるな。ちょっと一休もう、一休もう、無理な暑い、すごいよ、その幅で。あ、こうやって見るとなんかちっちゃく見えますけど、行っちゃいましょう。暑いわ。さあ、とりあえず、あ、でもすごいいっぱい乗ってる。わ、すごい。おお。これ乗ってるね。おお、めっちゃ乗ってるな。よし。今日は全部扉開くんや。おお。なるほどね。あそこでスタンプラインのあれやっとるね。よしよしよし。よしよしよし。なるほど。よし。歩くか。電車すごいな。いやでも疲れたからな。あ、すごいな。反対でしたもん、すごいよ。よし。そうかそうかそうか、歩こうか。これは乗ったら大変だ。そして撮影してる人も多いですね。すごいな。まあお前が言うなって話ですけどね。いや今日はすごい。わあすごいわ。よしよし、悟りました。私は悟りを開きました。歩きましょう。マジか。今日これ終日この感じ？すごいな。なんか水間鉄道が御堂筋線と化してますね。すごいな。輸送密度はえぐいな。よし、うん、休めた休めた休めましたからね。よし、私は悟りを開きましたということで、見ていきましょう。これ見ていきましょう。高井天神やりましょう。名越の、まず名越のね駅構内名所案内もやっちゃいましょう。もう何でもやってきますから今日は。で、書いてあるのがどうもいいでしょう、ここ登ってたところにあるらしいです。イタリア料理のお店があるらしいですよ。ほう。で、これ見ときましょう。高井天神ハイジアと高井城跡、城の跡があるみたいですよ。天神ハイジアと、ここもう名越駅からこのまま道渡ってすぐのところにあるみたいなんで、せっかくなんでここだけちょっと寄ってきましょう。よし。でもあれですね、多分 YouTube っぽい撮影の方も多いですけど、あんまベラベラ喋ってる人いないですよね、私みたいに。やっぱ基本、あ、でもそうか、人口比で言うとそうか、あのゆっくりボイスとかでアフレコの人が圧倒的に多いですしね、あんまこうやってオンデコでやる人は鉄道系では少ないですよね。まあどうしても人が多いところで撮りますんでね、そこでこんなベロベロ喋るわけにも、おお、え、すげえ、おお、おお、すげえ。で、
道端ってどっちだ、こっちっぽいよな。ここはでも細いな、交番がある。なんか駅ごとぐらいに交番があるんですね。すごくいいですね、治安にも。紀州の地鶏。あれ、さっきのとこ逆だったかな。あ、やばい。意外と脱水症状の傾向が出てますね。どっか進めるところ探した方がいいな。結構この辺りでも起伏の激しい地形なんですね。あそこ貝塚って塚って名前がつくぐらいですからね、起伏はあるか。すごいな。どっちから行ったらいいや、これ。あ、交番の方か。これでも完全住宅街だな。間違えたな。あ、完全住宅街入っちゃったな。これちょっとカメラ止めよう。さあ、なんか前を撮ったらなんかわけのわからないサンシティ貝塚っていうところに来たんですけど、どうもこれがもう生後の駅前らしいです。すぐ近くっていうのは通ったけど、よかった、全然外れてはなかった。ああ、踏切が見える。ある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 、駅あるわ。あ、切り取る。あ、そうか。どっから駅入れるの。あ、ぐるっと回らなかのかな。はいはいはい、そういうことみたいな。あ、住みこ暮らし、なんでこんなとこに住みこ暮らし。この道左折れ、すぐ右折れ。これでもここまで車に来るのも十分難易度だから。あ、そうなの。この先これも絶対車無理だね。郵便のバイクならワンチャン行けるだろうけどねっていう感じですよね。あ、これで駅だ。これで西郷町、つい西郷まで来ちゃいましたね。何これ、一文字100円ってなってるけど、なんかあれかな、青空市場みたいなのやってたのかな。で、あ、着いた着いた。西郷町までなんやかんやと歩いてましたね。次の電車なら空いてるかな。どうかな、なんやかんやといろんなところ行ってますからね。来た電車に乗ろう。今日は後ろのドアも開くみたいですね。よし、ここもね、駅の改札がここにあるでしょ。で、先にね、この駅にもあるんですよね。何だ、地獄塚。こっち多いな。白林寺、聖子の家並み、水間街道。待って、聖子の湯、日本一のお茶の間銭湯。銭湯、銭湯いいな、銭湯いいな、銭湯があるんだ。あ、これ設置語って読むんだ、間違えてます、湯のとこだけ温泉マークになってる。あ、これが誘われるな。いや、汗かきましたしね、風呂に入りたくなっても仕方がない。そこにこんな観光情報で書いてあるんだから、これ行かないといけないでしょ。これで仕方ない、でも仕方ない。今行ったところからその先ツーッと行って降りたらいいんだな。ほほほほほ。